以上によるゲーム実況、ドラゴンボール Z スパーキングやっていきたいと思います。今回は、この未来の挑戦士編ですね。確かセル編が終わってからの話を、の話ですね。これをやっていきたいと思います。蹂躙されるもう一つの未来に戻ったトランクス。父との修行で得た力で人々を苦しめる人造人間を、そしてその裏で作動するセルを倒すため、たった一人の超戦士、トランクスの戦いがここに始まる。はい、ではやっていきましょうか。これが、多分これで一パート使うかもしれませんが、これでね、やっていきたいと思います。三つか。ですね。全部、人造人間編ということで倒していきましょう。これがなかったら本当どうなってたんだろうな、トランクス。実際、時間軸っていうのかな、トランクスが別の未来から来たってことですよね、結局。はい、誰だろう最初。18号だ。18号。貴様もこれまでだ。片付けてやれ。もう、あっさり殺しちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。この時の18号たちは多分トランクスが、過去に行って、多分ね、戦ってきたということを知らないんでしょうね。だから、こんな口が聞けるんじゃねえのか。さあ、広いんでこれちょっと地下じゃなくて使っていきましょう。よいしょ。オッケーオッケー。どこで攻撃してんの。おお、ふっ、すぐ、ふっ、やばい。さあ、俺はそんなに食らわないようにね、練習しない。さあ、受けてみろ。さあ、倒せますか？お、めっちゃ食らってる。いいね。あ、当たんないかも。あ、ギリギリ当たった。よかったよかった。じゃあ、ラスト倒していきたいと思います。うわー、もう最後、ためさせてよ。もういいや。戦闘。はい、了解で。いやー、強くなったね、本当に、トランクス。もともと強かったっていうか、まあ自分の操作なんですけど。はい、青年格闘が出ましたね。へぇ。はい、次。未来編。次はね、17号でしょう。やっていきましょう。さあ、跡形もなくね、倒しましょう。いやー、こんな未来か。でも確か、この未来ではゴーハンがまだ生きてたのかな最後。多分トランクスが未来に、過去に行く前に、まだゴーハンが生きてて、そのゴーハンが確か片手しかなかったゴーハンで。お前、あ、違う、ゴーハンだったっけ、違うじゃないか。ヤムチャ、あれどっちだったっけ、なんか似てたんだよ。これまでだ。片付けてやる。はい、冷静にね。ふざけるなよ。さあ、やっていきましょう。よーい、始め。強いよ。広いフィールドを使いましょうか。確か必殺技めっちゃ食らうから。OK。もう一発。で、ラストはね。よし。ここ角度的に当たらない。さあ、ラスト決めます。デイ。よかった、よかった。まさか。なんだ。何をしたんだ。なぜ、お前ごときに。いやー、ちゃんと過去に行ってね、強くなったんですよ。ちゃんとお父さんと戦闘ね、やってきたということで。はい、ではラストをやっていきましょう。このね、挑戦支援も。
ラストですよ。ラストね、セルをね、過去に生かさないために倒していきましょう。アルティメットブラスト、フィニッシュバスターで倒していきたいと思います。いやー、なかなか進んでる、順調に。まあ、実況、もうパート、なんだろう、これ上げたら、20はいってると思うんですけど、確かに腕を上げたよ。なかなかどこで終わるか全くつかないんですけど、まあ50以内でね、できれば終わればいいかなとは思っております。絶対にお前を過去には行かさん。ふざけ、青二歳が。ちょっとかっこいいな、このセル。地下。よーい。はじめ。近いっすよ。やばいやばい。来るなら来い。バニガタ。さあ、バーニングアタックの連続で。はい、もうラストフィニッシュバスターで終わらせましょう。まあ、早くね、早く終わらせよ。さあ、もう当たるかな。当たんなかった。ああ、やばい。やばいやばいやばい。ここでいい。ちょっと遠くに飛ばしてからの溜めて、フィニッシュバスターですね。まあ、避けられるか。さあ、この近距離なら当たるだろう。はい、ということでね、セルを過去に生かさないということで、戦っていきました。よかった、よかった。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。はい、無事ね、トランクスが未来を守ったっていう形ですね。自分にはね、この、あれがよく覚えてないっていう、言っちゃうとあれなんですけど。はい、ということで。トランクスの活躍により人造人間とセルは倒れ、もう一つの未来にも真の平和が訪れた。そして、その平和は、今後も大切にされていくだろう。トランクスがいる限り。すごい。はい、ということでね、未来の挑戦者編、なんとかクリアす、なんとかじゃない、クリアすることができました。さあさあさあ、残り1個分。じゃあちょっと長くなるかもしれませんが、あと1つ出たやつをね、ちょっと見ていきましょうか。これじゃなくて、これですね。脅威の銀河戦士編。多分1個だけだと思うので、やっていきましょう。なんだったっけな、名前。かつて、海王によって封印された銀河の暴れ者、ボージャックが復活し、地球征服へと乗り出した。残虐非道のボージャックから地球を守るため、我らが Z 戦士は再び立ち上がるのであった。はい、ということで、ボージャックさんですね。これ確か一つだけだったと思うんですけどね。はい、ではやっていきましょう。あ、一つだけですね。悟空で倒していきたいと思います。これはね、多分ブローリーと同じように同じ戦法じゃないと多分勝てなかったはず。攻撃がなかなか通らなかったと思うんで、ブローリーのごとく。あの肉体なんでね。また苦戦するかもしれませんが、やっていきましょう。さあさあさあ、内容的に。父さんが助けてくれた。悟空がもういない世界ですね、多分。お前たちを絶対許さないと言っていた。僕に地球を守れと言ってた。はい、ではやっていきたいと思います。地球を守るということで、ね、無理っす、避けれないっす、それは。ちょっと強い。これこれこれ、この戦法、この戦法でいかないと。なんで無理無理、これ避けるとかマジなの。ちょっと危ね。ちょっと待って、なんか強いんですけど、ブロリーより強い。ちょっと
ス食らって、マジで。いやー、接近戦するんじゃなかったかな。暗い。いやー、暗い。遠くに吹っ飛んでいい。暗い。オッケーオッケー。誰の声だ？ターミネーターの声に似てんのか。同じ声優さんかな。くらえ。よしよし。あべ。遠距離戦だけど、まあいいや。こっち来ないで。よし、ラスト。違う。近い。近い。やばい、やばい、やばい、近い。近い。間違えた。やばいやばいやばい。はい、ということでね、もう一回やっていきたいと思います。どうした、もうおしまいと決めていきます。くらえ、サイコバリアすんだよ。せー、おわえ、死ねなかった。ここが生一覧方向へ。はい、オッケーオッケー。隠れる隠れる。相手が見つけてない。あ、やばい。やばいやばい。これラスト。決めたいのに。頼む。オッケー、これでいける。よかったー。なんとかクリアしました。いやー、強えわ。体力っていうか、もう防御力強すぎ。あれ？セルの時みたいになってる。はーい、ということでね、セル編も終わって、このね、超銀河戦士編も、クリアすることができました。よかった。強いわ。はい、では今回ね、ちょっと長くなっちゃったかもしれませんが、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、これがあった。戦士の怒り見てからです、ね。攻撃により、ついに最強戦士、ボージャックも倒れた。またしても平和を守った Z 戦士たち、彼らの次なる相手は一体誰なのか。はい、ということでね、やばい、ムービー見るのちょっと忘れてた。はい、では今回ね、改めてここで終わりたいと思います。あー、次のゲートが出るかな、わかんないですけど、まあ次ね、次回紹介したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。では、さよなら。